ずいぶん遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い、返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンス・オブ・ナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うと、あいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげて、よく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと？そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぜ、そこまで言うなら見せてやろう、俺の真の力。思い知れ。倒されるって相場が決まってんだよ。虚栄を張る哀れな魔王、
夏目アンリ。下がれ。下は俺たちが倒す。今いい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。とどめをさ、とどめ。バイバイ。どんどん行くよ。やけどするよ。なんだそのセリフ、聞いたことある。ここでセルサーだ。まだ聞いてやるかも。別の属性で攻めた方がいいかも。まだ力を抜けた。強化が解除されちゃったぞ。まだまだ。いい感じだ。この調子でいけ。なんだと。チョコバカとは、才なき者が才ある者の邪魔をする、その愚かさがわからんか。その言葉そっくりそのままお前に返そう。才能がないと言うのか。他者の言葉を横取りしたまがい者の頬、才能を見出せ。今のお前は己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。ザコンダメだった。お任せ。貴様も同じだ。よっ、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 俺に触れるじゃない。その体すら熱気だったか。どこまでの長い文字通り化けの皮が剥がれたのね。このまま決めるわよ。敵疲れてるぞ。一気に畳みかけろ。わからん。この我が魔王がやれというのか。新たな力を得たよ。終わりだぜ、魔王さんよ。待て、お前に世界の半分を。あれが本体なの？みたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた。俺がまだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか。本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。必死に書き上げた小説は夏目漱吾の孫が
書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を、どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ、夏目暗号の努力を認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたこと、俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力を、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても、戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ、自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前を、このクソガキが言いたい放題言いやがって。けど、嘘まみれの姿なんて、いらねえ。俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような、多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を、必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。ほんとバカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ、脱出するぞ。